あ、どうも、東幹久です。このあどうもが全然受けてないぞっていうご指摘いただいたんですけど、今日もやっちゃいました。前々回海外の安いただの歯ブラシ、ヘッドのすごいでかいやつを使ったら、ヘッドの大きさのそのメリットに衝撃を受けて、歯ブラシのヘッドでかい派に移りました。国内だと、プレミアムケアが、人気商品なんですが、電動歯ブラシって、なんか全部ヘッド小さいですよね。もう僕思考停止してると思うんですよ。ヘッドが小さい方がいいっていうことに対して。奥歯に届くとか言ってますけど、口の中が金属でできてたら、確かにヘッドが小さい方が奥に行きますけど、口ってすんごい柔軟性あると思うんですよ。ヘッド大きくっても全然届きますし、もう使ったらもうね、わかるんですよ。理屈じゃなくって。全然作業効率もいいですし、気持ちよさもいい。で、小さいと、力がかかるし、液剤もね、ジェルタイプにすればいいんですけど、逃げると。小さいことに対して僕ね、思考停止してて、本当はね、歯ブラシもっと、消費者が小さいのを選ぶらしいんですけど、これ大きいことのメリットに気づいてない、素晴らしさに気づいてないだけで、もっとね、歯ブラシのヘッドでかいやつがあっていいと思います。アタッチメントで大きいやつ使えるようにしてあってもいい気がするんですが、今そうじゃないです、市場は。ということで、今回ですね、僕、でかくしようと思ったんですよ。やり方としては、ここがね、ここの方、ここ切って、切って、ガッチャンコ。でも強度がないと思うんですよ。たかだかこの直径じゃね。型を取るとか考えたんですけど、やっぱし強度を考えると、ここ切っちゃって、で、こいつをここにつけるとなるとちょっと分厚くなってしまうんで、若干削る両方、いうことになると思うんですけど、誰でもできるように、ヤスリってね、考えたんですけど、大変だと思うんですよ、これ削るの。ここと、ここ削るのね。だからちょっとね、今サンダーでやろうかなとも思ってるんですけど、ちなみにこれ新品ですよ、綺麗です。サンダーでやろうか、手動でやろうか、ちょっとやってみてから考えますね。富士屋の強力ニッパー初めて使う、実践投入するんじゃないかな。ちょっと待って、もうここから無理だもん。やっぱサンダーだな。みんなご家庭に一家に一台あるでしょ、サンダー。じゃあどこのご家庭にも一家に一台あるサンダー使っていきます。はい、というわけで、こんな感じになったんですが、こっちはもうちょっと、後ろがもう出てくるって、もうこれがギリギリですね。結構深く刺さってますね。こっちもそうなんですけど。あとは、ここをできればちょっと斜めに切って、ガッチャンコですね。男らしくいっちゃって、飛んでった。
高かった歯ブラシなんですけど切っちゃいました。あとはもう手でやすりますよ。やするっていうのかな、これ大変だ。これこうだよ、こう頭悪かった俺。どうするかな。よーし、どんどん行くぞ。なんかここサンドペーパーとかで鳴らしたり、ダッシュしたりした方がいいような気もするけど、まあ、よくわかんないし、めんどくさいから、このまま行こうかな。ということで、プラリペアね。おなじみ。瓶が、閉めてても、揮発しちゃうんですよね。っていうかもう結構経って、もう何年も経ってるっていうか、もう粉末がなんか黄色っぽくなってる。ですけど、まあ、やってこうよね。っていうことで、瓶なくなって新品で買うと、あれね、800円か900円くらいするんですよ、送料なしで。なので、100円ショップで売ってるらしいんですけどね、ないお店がほとんどらしくって、僕はネットで買いました。なんとかパケットかなんかで送ってもらってね、300円くらいにしたんですけど。じゃあね、やろうかな。どうするのかな。まずね、準備だね。ここに、アクリルリキッドを入れるわけだ。はい。ね。あ、すごい揮発しそうな感じがするんだけど。こうだっけ？あ、プラリペアの匂いがするよ。プラリペアの匂いがする。これは、こっちの匂いかな？あ、プラリペアの匂いがする。パイナポーの匂いがするから、多分ね、互換性あります、これ。これ間違いない。して、よいしょ。で、なんかね、粉を倒しそうでね、怖いんですが、こうだっかな。さて、こんな広い面積のところをね、プラリったことないんで、ちょっと不安なんですけど、これどうするのかな？わお。わおだよ、わお。やばい。ちょっとこれ動画撮ってるからいけないんだよね。これね、いつもそうなんですよ。料理もそうなんですけどね。やばい、どんどん固まってきてる。早い早い早いよ、固まるのが。わからん。行こう。わからんぞ。これで、これでいいスイス。もう行こう。これでもういいよ。もうわからん。あとは野となれ山となれ。あ、これ口に入れないといけないのか。そこら辺俺ちょっと考えてなかったな。口に入れるなんていうその発想がね、僕ないままやってましたから。はい、ということで、
しっかりくっついて完成しましたね。ちょっとやそっとじゃ剥がれません。まずは、元の方を聞いてもらいましょうか。音ね、汚いんで 裏返しにします。今入ってます電源。まあこんなもんですよ。こっちね、がっちりくっついてますから、プラリペアでね。その後分かったんですけど、音の鳴る原因は少し良くなったんですけど、ここじゃないんですよ。ここなんですよ。ここの中がこっち昔の方と比べて整形が一緒じゃない、ちょっとなんか歪んでるんでしょうね。だからこっちとマッチしないから、共振しちゃってるんですよ。で、まあ、輪ゴムとか入れてみたんですけどね、なかなかダメですね。輪ゴム、いろんな詰め方しましたよ。まあ、普通にこう、ちょっと入れてみたりとかね。ダメで。で、まあ、ちなみに使い心地の方は、ぶっちゃけ、口の中になんかすごいでかいものがあるっていう感じ。いや、違うんですよ、違うんですよ。ここ、何が問題って、ここの厚みがね、たかだか、2ミリくらい、増えただけなんですけど、いや、ほとんど変わんないんですよ。ほとんど変わんないんだけどね、なんかすんごい、分厚さを感じますね。いや、もう作業効率はもう圧倒的にです。もうね、口の中をね、なんか絨毯爆撃。されてるような感じですよ。だからもうすごい勢いでね、歯垢、いわゆるプラークが、なんかぶっ飛んでいく感じなんですけどね。いかんせん、ちょっとね、ここの厚みをね、感じるかな。まあ、こうだからね、元の、長さと比較して。いや、ま、大して、わかんない。まあ、でもね、わかんないです。まだ、やってみると。でもね、変えてよかったかなっていう気はしますね。圧倒的に、この小さいヘッドの、なんだろう。物足りなさから比べたら、もうね、絶対デカヘッドの方がもう、全然いいですよ。うん。だから、もっとね、標準で、こういうデカいヘッドの、アタッチメントがね、増えていくと、まあ、いいんじゃないかなと思います。